皆さんこんにちは。フットボールチャンネルの F ちゃん TV MC の小島真子です。いよいよカレンダーも4月に入りまして、新生活がスタートした方も多いんじゃないかなと思います。まあ、新しい環境でね、生活がやっぱ慣れないなって思うことも多いかもしれないですが、そんな時はサッカーを見てスカッとしましょう。それでは F ちゃん TV 始まります。 F ちゃん TV、ここからはゲストコメンテーターの方と共にお送りします。今回のゲストはおなじみのこの方、お笑いコンビバンビーノの石山大輔さんです。また来ちゃいました。来ましたね。ありがとうございます。本当にね、もうほんと街中歩いてたらね、もう女の子がベージュのトレンチコートを着る季節になりましたね。春ですね。さあ、F ちゃん TV スタートでございます。ねえ、まこちゃん素晴らしいです。ありがとうね。さすがです。うん、やっぱり大事ですよ。石山さん、はい、いっぱいアドリブ言ってくださいね。今日は今日はね、もういつもはもう台本通り言ってるんですけど、今日はさっきのベージュのトレンチコートぐらいの話はやるから。そうですね、はい、それは大丈夫です。大丈夫なんだ。はい、すげた。前回ですね、石山さんは J リーガードラフト会議という企画に参加していただいたんですが、はい、視聴者の皆さんからの投票の結果、うん、なんと私たちアトレティコ石山子が最多得票だったんです。ありがとうございます。やったー、やりましたね。嬉しいです。いやー、これはね嬉しい、本当に。結果はね、でも見れなかったんですよ、僕はね。その録画の結果が後で出たのでね。はいはいはい、はい、だからそのまこちゃんだけに、どうでした、勝ちましたけどっていうインタビューがあって、そのまこちゃんのインタビュー見て、いいこと言ってるなって、ただ俺には聞きに来てないなっていう、それだけ。ただ勝ちましたから。そうですよ、福田雅宏さんと平畑さんとね、そうそうたるメンバーの中で勝ちましたからね。余裕でしたね、結構。はい、もうこの後アーカイブ見てもらったら分かりますけど、平畑さん前半消えてますからね。緑のシャツ着てるから、これ緑なんですよ、後ろがね、同化して透明人間とやってるみたいになってましたから。これぜひアーカイブ見ていただきたいです。はい、平畑さんが透明なとこだけでも見てほしいです。はい、とても面白いです。はい、はい、そしてですね、今回は各大陸のワールドカップ予選について特集したいと思います。ワールドカップ予選。はい、はい、ロシアで開催される次回のワールドカップも来年にもう迫っていまして、うん、世界各地で行われている大陸予選も佳境を迎え始めています。うん、まずですね、アジアでは日本が先日の UAE とのアウェイ戦とタイのホーム戦で連勝したので、いい感じになってきてはいますけど。勝ったね。勝ちました。なんか耐えたって感じやね。土壇場を勝ち切った感じやね。見てました？見てたよ、テレビで見てたけど。まこちゃんは見てたんですか？もちろんです。あら、私はですね、はい、埼玉スタジアムで、あら、対戦を生で、はい、見てきました。よかったな、勝って。そうですよ、もう、うわー、やっぱ生は全然違う、予選の。違いますね、違うし、うん、今回はなんと、はい、今までにない超絶 VIP ルームにご招待いただき。どういうこと、どういうこと、どういうこと、超絶 VIP。 豪華なもうビュッフェみたいなのがあって、だいぶ上からってこと、見るとき。めっちゃ上から目線で見ました。え？上から目線はちゃうやろ。上から目線はパス弱いな、ちょっと。上からの視線。もう今のシュート打ったらええやんっていうのが上目線やから。違う。上から、上からの、上からの目線ね。上から目線で見てた。ただもうバイキング食いながらも、遅いね、判断って言ってるのと一緒やから、それは。そんなことないで、上からの目線。怖いですよ、言葉っていうのは。はい。じゃあもう、ご飯食べながら。食べて、あ、試合はちゃんと外でずっとじっと見てたんですけど。試合はちゃんと見たのね。でも、はい、後ろに個室があって、トイレも一部屋ずつついてて。それはすごいんか、トイレ一部屋。テレビもあって。うん。だから中でも見れるんですよ。え、あ、一応外に出たけど、中でも見れるんや。でも見れちゃいます。食べながらこう見ることもできるってこと、超絶リップは。はぁ、でもちょっと、まあ、いらっしゃいましたけど、そういう方も。まあ、おるやろね、その。ちょっとあんまりね。うん。よくないよね、それはね。うん、あんまりそう。確かに。手入った時見逃すもんな、絶対。そう、だし、なんかちょっと周りの人が、なんかめっちゃ、こうやってなんか食べながらこうやって見てたら、ちょっと、うん、小島子、なんか、確かにな。みたいな。成長は食べなかったです。あ、我慢したの？我慢しました。本当はちょっとお腹空いてる時もあったやろ。はい。なんか思ったけど。素直やな。でもちゃんと真面目に見たそうなんで、はい、ちゃんと見ました。よかったね。誰が一番印象に残りました、まこちゃんは。川島選手。ああ、そう、確かにね。 PK はちょっとしびれた、鳥肌もんでした。へえ、やっぱもう会場もそこが一番盛り上がったんや、
へえ。全員もう VIP とか関係なく総立ちでしたもん。あ、全員がうわーってなった。うわー、そう。やったー。うわー。普通の席にもいませんでした。私はまあでもテレビでテレビもなんか調子悪くてザザッザザってなってましたよ。僕のテレビ買い替えないと思うテレビを。本当ですよ。はい、本当ね、もう頑張りたいです。いつの間にかね、もうそんな力つけて、まこちゃんも、はい、超絶 VIP で見るようなで、 VIP の V ですか、これは何ですかこのポーズ。これだいぶ古いですよ、このポーズは。これ手入れた後このポーズしてる人見たことないやろ。いいです、使ってください。ゴールパフォーマンス、ゴールパフォーマンスね。めっちゃ古いけどな、これ石原裕次郎ぐらいの時代なんちゃうかなこれさあ、はい、ではですね、現在のアジア最終予選の順表を見てみましょう、うん、はい、見ましょう。こちらです。さあどうですか。グループ B では日本が先日の連勝で首位に浮上しました、はい、うん、ただですね、2位のサウジアラビアとは得失点差、3位のオーストラリアとは勝ち点差3となっていますので、うん、この2チームとはまだ試合が残ってますので、うん、はい、8月9月最後の連戦まで予断を許さない状況になっております、うん、だ直接対決で負けないっていうことやね。そうですね、うん、一番はまだだからちょっと、はい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 、まあ、最初に UA にねちょっと負けたりしましたからね、ちょっと出花くじかれるというか、うん、まあ、ここ最近の予選はねかなりいいですからね。そうですね、戦いがいい方向に。これ本当直接負けたらマジできついですからね。結構やばいですね、これ結構やばいですよ。だ次からが本当の戦いといっても過言じゃないです、この試合は。そしてですね、はい、もう一方のグループ A も大変なことになっています、うん、日本のライバルでもある韓国が2位につけてはいるんですが、はい、3位のウズベキスタンとわずか勝ち点差1というところで、ろろ、この先一つでも取りこぼせばワールドカップ出場が難しくなってしまう状況なんですね。やっぱこう一筋縄でいかへんからな、ね、予選がワールドカップ、ね、韓国がもしかしたらダメになるかもしれないってことですね、この感じでいけば。そうですね、あ、危ない、絶対に通過すると言われたとこがね負けるからね。そうなんですよ、過去本当オランダとかそういうとことか負けたりしてますから、ヨーロッパでもね、ヨーロッパはまあ強いですけど、周りもにしても読めないですね、うん、韓国はですね3月に行われた中国とのアウェー戦で0対1と敗戦しまして、はい、うん、ウリシュティリケ監督の解任を望む声や選手との衝突が伝えられるなど、ーチーム状況かなり悪いという感じなんですね。ね、まあ、シュティリケ、まあ、選手としては有名でしたからね、シュティリケもう本当、そうですよね。そうですね。もう、まあ、ことあるごとにシュティリケが出てきてましたからね、ボールがあるところには。存じ上げておりました。ねえ、シュティリケ知ってるでしょ、まこちゃんも。もちろんです。ねえ。あんな有名な選手ですよ。そうですよ。まあまあね、まあ、シュティリケもね、まあもう悲しいんでしょうけどね、その解任とかされたら。ね、まあでも、すごいメンタルも強い選手なんでね、もともとは。まあそういうのも期待したいなと思いますけども。楽しみですね。はい、楽しみです。はい、このようにアジア最終予選は2組とも熾烈な戦いとなっているんですが、はい、そんなアジア以上に他の大陸は凄まじい戦いが繰り広げられているようです、うん、これ以上凄まじい戦いあります？全然すごいです。1点差1点差よりすごいの？はい、まずはこちらです。何ですか？はい、今日の試合の感想をお願いします。今日の試合はですね、久しぶりの1対1のもう対マンみたいなね対決だったんですけど、まあいい感じにできたし、あとやっぱ大事なこと3回言うっていうのもね教わりましたし、すごくいい試合になったと思います。一番印象的だったことは何ですか？一番印象的だったことは、そうですね、今日戦った選手の方が一緒にジングルの方をね負けに取ってくださったんですけど、まあ、それのインパクトといったらね半端じゃなかった。私も応援は楽しみです。次の試合に向けて一言お願いします。次の試合、そうですね、次はなんか噂によると大事な、かなり大事な試合だそうで、私も気合を入れて、まあ今日も気合入りましたけどまあどん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 それの上を目指して頑張りたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。
F ちゃん TV。